皆様こんにちは。本日はようこそおいでいただきました。チンママの夢コンサート、今日ですね、ちょっとお客様が若干少ないようでございまして申し訳ありません。本当に、でも本当に、おいでいただいてありがとうございます。本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。今日ももう早速始めていきたいと思います。チンママのコンサートの夢、チンママの夢コンサートですね。本日も始めてまいりたいと思いますが、今日で何回目でしょう。80回目。お、無事に迎えることができました。これも一重に皆様のおかげです。本当にありがとうございます。一応先月がですね、ゆげたくんのコンサートがあったために、通常8月はツインマーマンで行っておりませんが、今月は特別に開催ということで、言い訳をしておりますが、このお客様の少なさかなと、本当にもう出演者の皆さんにもご迷惑をおかけしました。お客様にもご迷惑をおかけしております。本当に申し訳ございません。ですが、まあ、内容は決して変わりませんので、今日はですね、最後までゆっくり楽しんで帰っていただきたいと思います。今日は、3組の出演者の皆さんがいらっしゃいます。一番最初はもちろんタナヤンですね。タナヤン、ちょっと来てください。お願いします。準備をじゃあお願いします。それではですね、今日はですね、新曲がいっぱい入ってたみたいです。タナヤン、後でギター入れますからね、マイクも入れますから、ちょっとだけ待ってください。それでは、今日最初の演奏者はタナヤンです。よろしくお願いします。皆さん、おこんばんは。なんかね、こうお盆だけに皆さん見えてないと思うんですけど、僕満席に見えてますけど、いろんな人が今日は座ってらっしゃると思います。本当に厳選された、皆さんで今日はお楽しみいただけたらと思いまして、素敵な、今日は3組でツインマーマンのコンサート第80回ということで、8って数字、いい数字ですよね。皆さんに、服が舞い込みますように、80回ツインマーマンのどうぞ。こんなに、すいません。第80回にふさわしいかどうか、曲を、皆様に聴いていただきたいと思います。ここは、日本でもないような佇まいの旧古賀銀行にふさわしいと思いながら、フランス語をちょっとボロボロボロっと喋りますが、発音などは皆さん注意深くあまり見ないでください。それでは、1曲目、オーシャンゼリゼ、聞いたことありますね、のフランス語をそろそろっと言ってみたいと思います。ダンダバダバダン、シャバルダダダン、チュンパラティスラベニュー、Que beau pays la connue, jamais oublié de dire bonjour. N'importe qui, suffit-toi. Je te dis n'importe quoi. Il se mêle de plus parler, t'as pu boire. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sur la pluie, avec you, avec you. Il y a tout ce que vous voulez, Champs-Élysées. Dicta.Sachi soa, pedicure, chi dà chi dà la mansa, oh madame, a
ロジュテアコンパニエオナションテオナドンセエオナメンパパセソバラセオーオーシャンゼリゼオーシャンゼリゼ恐れイスラクリアベジーアベリイリアクスクフレシャンゼリゼありがとう。綺麗なドレスを着て、おさんもありがとう。愛を感じたんだね。
そんなこともないか。2曲続けて、来ました、オーシャンゼリー、オーシャンゼリーゼと、ラブっていう曲でした、ここからちょっと、オリジナルの曲でラブソングを練習したので、作った曲があるんですけど、その曲を聴いていただこうと思います。僕37歳になりまして、ちゃんとね、愛たるものが何なのかっていうのが見えてきているのかどうかを皆さんに聴いていただきながらですね、感じてもらえたらヒューヒューって思います。そしたら、あなたに嘘はつけない。あなたには嘘はつけない。出会った時からこの想いは強くなるばかり。誰にも気づかれないように、すねは何度もほどいた思いだけど、もう隠しきれない心が自信もないまま。あなたには嘘はつけない。だってこの心はもう決まっている。たとえそれが最後だとしても、ただけに伝えたい I love you、 Oh来てる感じでしょうか。皆さん拍手をどうでしょう。もうちょっとですね。ずこってありがとうございます。そしたら、最後の曲になりますが、最後の曲は、親としてっていう曲になります。自分が妹が一つ下の妹がいて、妹に子供が生まれて今もう小学校ぐらいになっちゃったんですけど、自分は、生きてることをっていうの、自分が勝手に生きてるって思ったんですけど、でも妹たちが新しい命を手にした時に、あ、自分が親からもらった命、自分だけのもんじゃないんだなって思ったのと、妹たちが次のバトンを、しっかり渡しているっていう姿を見て、あ、すごいな、でも親としてって何かなってちょっとこう思ってで、できた曲でも全然親ではないんですけど、親の気持ちになって書いた曲があるので、自分がもしお子さんのこととか、自分がいただいた命のことをちょっとでも感じながら聴いてもらえたらと思います。
で来た命こうして抱きしめている。いつかこんな日が来ると思っていた。あなたのつぶらな瞳、小さな瞬きさえも見つめてるだけで頑張ろうって思える。いつかあなたがこの手を離れ歩き出す時は抱きしめたいよ、この手の中で。強く抱きしめたいよ、変わらぬ愛で。親として守れる強さが欲しい。いつしかめくり記憶も移ろうけれど、小さなぬくもりこの手を忘れない。いつかあなたが大切な人めぐり合う時はぎゅっと抱きしめていて離れないように、強く抱きしめていて離さないように、輝けるように。ぎゅっと抱きしめたいよ、この手の中で。強く抱きしめたいよ、変わらぬ愛で。あなたを思い、親としてあなたを見守っています。お疲れ様でした。タナヤ、ね、フランス語良かったですよ。言って、愛してます。いやね、タナヤ実はね、結婚したばっかりなんですね。そうですね。もうすぐ、ね、もうすぐ新しい命が。そうですね。ね、まだですか。まだなんですけど、うん、まあそんな聞かれると思わなかったんですけど、来年の2月に、うん、まだどっちかわからないですけど。おお。どうですか。おめでとう。
もうちょっとまだこれ2ヶ月ぐらい君が産んでどうするか。奥さんよりも僕が今膨らんでるんで。そうですか。それは食べ過ぎでしょ。あのいつの間にかこんなにお客様が ありがとうございます。どうもありがとうございます。無事に棚が回りまして、はい、で次はですね、なでも本当にね、あのね、命を大切にという歌で素晴らしいね。もう最近もう簡単にね、もう人を殺しすぎです本当にね。もういろんな事件ありますけどね、もう悲しいばっかりです。本当にはい、ね、もっとこういう歌を大事にね、歌い続けてください。ありがとうございます。じゃあ司会で、はい、じゃあ、あの、タネヤ、はい、次の素晴らしいグループを紹介してください。私、はい、準備します。それでは、ご準備どうぞ。続いてですね、演奏される方、アンフィニー様です。僕、ちょっとスペルを最初、インフィニーかなと思ったんですけど、アンフィニーって呼んでください。アンフィニーさん、3人の素敵な女性の方ですね。あ、どうぞ拍手でお迎えください。本当に、3人で、クラシックやポップス、あとジャズまでいろんな表現をされる方で、リハーサルとかでも聴かせていただきましたが、すごくなんか情熱的な音楽にも聞こえたり、楽しい音楽になったり、本当にこの3人で作ってる、音楽っていう気がしないぐらい、いろんな場所に、音楽の場所に連れて行っていただけるような気がします。それではご準備大丈夫でしょうか。はい、それでは結成1年半という佐賀中心で大活躍中のアンフィニーさんです。拍手どうぞ。
ありがとうございました、1曲目からちょっとハードな感じで、ちょっと突っ走りました、私たちは先ほどご紹介いただきましたアーミリと言います、今日は短い時間ではありますが、すごく素敵なところでゆったりとした気分でですね、皆様と一緒に楽しめたらなと思っております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは2曲目、先ほどの今のリベルタンゴもクラシックですかね、一応クラシックですね、はい、ですけれども次の曲もちょっとクラシックつながりな感じの曲を1曲ですね演奏させていただきたいと思います。原曲はですね展覧会の絵といいまして、ムソルグスキーが作曲したとても壮大な曲なんですけれども、出だしのフレーズを聞いたらなんとなくこう皆さん分かられると思うんですけれども、それを今日は夏ということでですね、レゲエバージョンでお届けしたいと思います。なんかレゲエって言ったらなんか夏のだるい時にだるーく聴く音楽かなっていう感じがするんですけれども、こちらはですね今日の展覧会の絵のレゲエバージョンはですね、なんとなくなんかどちらかというと爽やかな感じでお聴きいただけるのではないかと思います。では展覧会の絵ワンラブです。お聴きください。
ストログスキーが作曲したんですけれども、あの松本飛鳥さんといいまして、ピアニストの方で、すごく私が大ファンなピアニストの方の曲をあのレゲエバージョンでお届けしました。ちょっとここでメンバー紹介をですねしてなかったですねあの名前はグループ名はアービニなんですけれども、フルート柴田咲です。ピアノ中島智香です。そして私パーカッションの中村美希子と申します。なんか先ほどかなやんさんがですね、愛とは何ぞやということをとてもなんかすごく深く語られていらっしゃいましたけれども、なんか愛にワクワクされている30代みたいな感じでしょうか。そうですね、37なんでもう40になってますね。あ、そうですか。あんまり変わらないですね、そしたらですね。あ、そうですね。はい、あのこの3人すごく年代がバラバラでしてですね、あの愛って何だろうって今からワクワクしている20代とですね、ああ愛ってこんなもんかなみたいな、ちょっと分かりかけてきた30代と、ああ愛ってこんなもんかとちょっと諦めかけてきた40代の3人で編成しております。ちょっと愛についてですね、いろいろこう3人とも考え方バラバラなんで、音楽に対しても考え方がいろいろありまして、あのいろんな私たち3人のいろんな考えがミックスされた音楽がお届けできればなと思っております。はい、それでは、ここでちょっとポップスの曲から、ポップスですかね、カーペンターズのクロスドユーという曲をですね、あの私たちなりに、ちょっと可愛らしくアレンジしてお届けしたいと思います。お聴きください。
で、なんか演奏してるとちょうど目のなんか真上になんかこのアンティークの照明が目に入ってきて、すごいああいいなとか思いながらやってたら外すみたいな。はい、はい、じゃあ次の曲ですけれども、こちらはですね、クラシック、もともとはクラシックのフルーティストさんですかね、が作曲されたんですかね。作曲者フルートの方ではない。フルーティストですよね。ですね。多分勉強不足ですみません。下調べが、さっき調べてきましたからね。次の曲はですね、もともとクラシックのフルートの演奏者のために書かれたジャズっぽい曲ということで、なんかジャズと言いますとすごいなんか一つのテーマがアドリブでどんどん展開されていて、なんかこうクラシック、もともとクラシック畑にいる私たちからするとなんかこう理解できないというか、すごい楽しいんですけれども、なんであんなにできるんだろう、アレンジがみたいなんですね。私たち本当楽譜に書いてあることしかできなくて、それが悩みなんですけれども、そういうこう、でもやっぱり私たちもそうですけれども、クラシックをやっててもなんかジャズに対する憧れがすごくありまして、なんかこうジャズっぽいかっこいい曲やりたいよねっていう話にいつもなるんですけれども、そういう感じの、そういうことから、その多分この曲は作曲されたんじゃないかなと思います。で、そのフルートの、クラシックのフルートの方のために書かれたジャズっぽい曲ということで、クロード・ボーランさんという方の作曲された曲で、ベローチェという曲をお届けしたいと思います。お聴きください。
やってるとあっという間に時間が過ぎていってるような気がするんですけれども、これ次の曲でですね、最後になります。なんかすごく雰囲気、なんか音がいつも3人で私の家で練習してるんですけど、こんな音響とか良くないんで、ね、バランスがいまいちわからないまま練習してる感じでですね、でも今日はなんかお客様の方にどう聞かれてるかわかんないんですけど、なんかさ、私自身はですね、すごい、あ、なんか今日やりやすいとか思いながらやってます。あの、結成当初は誰が MC をするかということで、いつもね、毎回揉めでですね、やってたんですけども、なんか年の子でですね、なんかいつも私にさせられるんですけど、最初の頃はちょっと思い出話していいですか、もうちょっとここにいたいなとあと1曲なんでですね最初の頃はですね、なんかパーカッションちょっと忙しいんですよね。で、あの曲ごとになんか、あ、次この曲、この小物使って、この楽器を使ってと、曲ごとに使う楽器が違うんで、曲と曲の間に本当は自分の中でこう心の準備が本当は欲しいんですけれども、いつもこう MC をやらされてたおかげでですね、なんかすごい慣れました うん、よかったです。今日なんかすごいスムーズに私やってるつもりですけど、いかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、仕事仲間の大先輩が応援に来てくださって、今日あのお友達も応援に来てくれて、あのお友達からいただいた衣装を今日着てくれるっていうわけですね。あそこの素敵なあの白い服のお友達がですね、あの私にくれた衣装を着てきました。ということでね、はい、ということで、じゃあ最後にすいません、あのでは、一番大事なことを忘れてましたね。喋りばっかりしてですね。あの、実はこの3人で明日行われます楠の風コンサートといいます、佐賀県立美術館ホールで あるんですね、佐賀北高校の芸術コースを卒業された方をがなんか対象に演奏、あ、そういう方たちがあのなんか演奏の場をということで出られる感じのコンサートがあるそうなんですけど、ありますけれども、私は佐賀北高校卒業じゃないんですけど、こちらの2人があのそうということでですね、あの私は三女出演ということでお手伝いということで、この3人のグループであの出演させていただきます。で、あの他にもあのピアノの独奏はもちろん、あの全体的にはクラシックのコンサートですので、あのピアノとかですね、声楽の方とか、あのホルン4重奏ですか、はい、ホルンの4重奏があんまり、ね、聞く機会あられないと思うんですけれども、あのそういう方とか、あとは何が出てるんですかね、あ、サックスの方とか、はい、いろんなクラシックのいろんな楽器の音が聞けると思いますので、あの入場大人1000円、お子様500円というチケットをですね、今日持ってきてます、私。ちょこっとあります。もしよろしければあの、お声をかけていただければ大変嬉しく思います。でもあの1時会場の1時開演ですよね。はい、もしよかったら、よろしければ、あ、1時会場、1時半開演ですね。じゃね、はい、はい、ということになっておりますので、もしよかったらどうぞお越しくださいませ。はい、それでは最後に、夏にぴったりの花ってなんだろうと言ったら、やっぱり何でしょうか、何でしょうか、ひまわり。あ、ピンポン、大正解。お母さんがそうですね、夏にぴったりの花といえばひまわりということで、今日はいつですか、何年か前の連続テレビ小説の、 あの鉄板っていうですね、あのドラマのオープニングの曲になってました。あの元々バイオリン博士太郎さんが演奏されていらっしゃいます。そのひまわりという曲を演奏して、最後にしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。Thank you.
ぜひぜひ聴いてみてもお気に入りの概要でお楽しみください。アフミでした。ありがとうございました。もうちょっとお話しいいですか。はい、中村さんがリーダーで大丈夫です。年の方でリーダーっぽく見えるねえ、巧みな技を持った3人が集まったっていう感じなんですよね。素晴らしいですね。どこでお知り合いになられたんですか。私が北高で卒業、さっきも中村さんの方から言われたんですけれども、北高卒業で柴田さんの方が、私が教育実習に行った時の生徒さんなんですね。で、それもあって私とそれでまた話せば長いで私と中村さんが知り合いまして、でそれで、私の方から柴田さんの方に、まあそうですね、ソロをですね、吹く方を探してて、ちょうど、はい、柴田さんがですね、いらっしゃったので声をかけて、そうですね、はい、多分共通点はクラシックから始まってるっていうところでしょうけど、まあ今もね、クラシックもされてるんでしょうが、なんか全然クラシックを超えたジャンルになってますね。素晴らしい。はい、もちろんピアノはね、わかるんですけど、フルートもわかりますね。でも中村さんの楽器、わからないのたくさんあるでしょう。なんかそうです ね、ちょっと説明しましょうか。はい、ね、はい、説明してください。これね、わかりますよ。これ、ヤギの爪。あ、そうなんですか。うん、私いつも名前がわからなくてカラカラって言ってそうなんですか。これが、さっき教えてもらいました、タンバリンみたいなやつ。これですね。これバンデイボっていう、ブラジルで、ね、サンバでよく使われる楽器ですよね。これは何だか、この木の箱みたいなのはカコーンって言ってですね、はい、最近よくアコースティックのライブとかでは、ね、はい、ドラムがこう、もう血こまったみたいな感じですよね。そうですね。これもドラムの役割です。あ、そうですね、はいはい、結構かっこよかった。あれは何ですか、このこれはやっぱりどれでしょう。これトライアングルでいいんですか。はい、これはですね、はい、ダイソーで100円で買いました。本当ですか。はい、すごいですね。すごい。その木のやつは何なんですか。これはですね、カシシって言って雑貨屋さんに売ってあります。何でも楽器になるんですね、さすが。そうですね、はい、すぐそういうところに目が行ってしまうので、ね、洗濯板もね、議論になりますね。そうですね、はい、今度使ってみます。あ、いいですね。はい、なんだったらここにつけてこうやって。私これでもいいかもしれない。すいませんね、だんだんの線が、すいません。いや、もう素晴らしい。実は中村さんの、お嬢さんがですね、バイオリンを習われてて素晴らしいんですよ。で、今度ここでね、ここでじゃなくても親子でね、演奏するのが夢だって。まあピアノも、もう一人の娘さんピアノを習ってるんですね。そうですね、はい、長女がピアノを、もう今やめちゃってですね、今は高校生なんですけど、もう全然レッスン行ってないんですけど、一応ピアノ弾けるんで、ぜひはい、3人で親子ユニットで、このね、ついままの夢に家族で参加していただきたいと思います。はい、中村さんと柴田さんと中島さんでした。はい、素晴らしい演奏、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ続いて、タナヤン。はい、アンフィンの皆様ありがとうございました。素敵な映像ですね。本当にもうね、20代、30代、40代とおっしゃいましたが、本当に皆さんお若いですね。で、やっぱり好きなことをやっていると、やっぱり若さの秘訣なのかなって思いましたね。本当に素晴らしい演奏ありがとうございました。で、続きまして、若さの秘訣といえばこのお三人になると思いますが、トゥッティ様、皆さんお聞きになったことございますか。僕も大好きな、ツインマーマンでは本当に最多出場していただいております。このツインマーマンの、実はハリーポッターっていうふうに、あ、いや、すいません、妖精というふうに呼ばせていただいております。あ、怖いですね。じゃあ、妖精のお三方どうぞ。
っている皆さんです。拍手でどうぞ。今回本当にまたいろんな曲、懐かしい曲から、あ、最近ヒットされてる曲とか、いろんな曲をお二人の、なんですか、二重唱でお届けと、今日はピアノに、権藤由美子さんですね、来ていただいて、3人で今日は皆さんに、お伝えをお届けされます。トゥッティ様、そしたらご準備は大丈夫でしょうか。あ、じゃあですね、はい、じゃあマイクを返したいと思います。それはツッティ様の、どんだけ怖いよ。炎上寺です。どうぞよろしくお願いします。そして、伴奏、先ほどタナヤンからも、ね、紹介してもらいました、フルネームでね、はい、久保田町から参りました、そうです、権藤由美子さんです。お楽しみです。はい、それでは、今日はですね、たくさん
さんのお客様に来ていただいての、コンサートになりました。ちょっとなんか衣装どうかなと、派手かなと、ちょっと心配だったですけどね。浮いてますか ねどうですかね。ありがとうございます。大丈夫で頑張って歌え、はい、そうです、今日は夏の歌を、たくさん集めてみました。あとの、プログラムの中では皆さんにもちょっと参加していただいてです ね、はい、やりたいと思います。それでは可愛らしい、私大好きな童謡です、金魚の昼寝お聴きください。大正2年にできました海ですね。この、歌は、こう歌っていくとですね、一枚の絵ができるような素敵な歌詞だと思います。どうぞお聴きください。伸ばして、はい、やりたいと思います。
島崎藤村の素敵な詩に曲がついています。高校の教科書に載っていると思います。ヤシの実、どうぞお聴きください。聞いてよその日は
ね、これ二重唱の楽譜とかなくて自分たちでアレンジして伴奏もね書き上がったかなと思ったら楽器店で発売になりまして、まあえて自分たちの伴奏から、そうですね、二重唱からそうですやってみました、ね、ごめんなさい、ちょっと明かりが足りなくて歌詞が見えなくて失礼しましたまあもしよかったらアマちゃん見てください。別に私 NHK に勤めてはいませんけれども、ぜひ、はい、面白いですよ。面白いですね。でもお仕事の方、あ、そうですね、BS とかね、うん、BS 夜11時から、うん、今特集が夜中にあってまして、今まで見てない方もちゃんと追いつけるようなあらすじがとっても面白いです、はい、まあ好みもね、そうですね、はい、はい、じゃあ夏といえばこの曲ですね。ですね、はい、じゃあよければ皆さんも手拍子で参加していただいて、はい、じゃあザ・ピーナッツの時恋のバカンスです。どうぞお聴きください。ため息のめるようなあなたの口づけに甘い恋を夢に踊れ心よ、金色に輝く熱い砂の上しまうとどうでもいいんですよ。もうどうぞ自由にやってくださいっていう感じで、本当にこうカメラのところに飛び込んで、ボールを追いかけてとかですね、今日はですね、負けてしまいましたけれども、最後のですね、安楽2年生なんですけど、安楽投手は、思いのほかちょっと力、ちょっと立ち上がりが悪かったりして、素晴らしいピッチングとは言えなかったんですけど、延長戦になりまして10回の裏でですね、彼はホームランを打ちました。結果的に負けてしまったんですけど、今回の甲子園で、怒涛のように涙が出たのは今日が初めてでした。
有田工業をですね検討しましたけれども、なんか本当にこう毎年毎年自分、私自身は自分の体調不良の時に音楽をやめようかなって思ったことが今までもあるんですけど、また夏になると彼らにこう元気をもらって頑張ろうかなって思えるようなシーズンです。22日が決勝になっておりますので、これもまた皆さんお見逃しのないようにですね。それでは、今日は行進とともにこの歌を皆さんで、あ、そうそう、その前にちょっと原骨をちょっと作っていただいていいですか。で、ここにですね、ドラえもんのようにで、1、2、1、2とちょっと振っていただいて、全員ですよ、全員やりますよ。お手本、そうなんです。じゃあ、1、2、1、2、時々こういう選手がいます。はい、1、2、1、2、1、2、OK です。ありがとうございます。右と左と合わせてということで、はい、そうですね、まあ皆さんはいいです。ちょっと椅子のまんまでいいので、ちょっと前奏お願いしていいですか。OK です。じゃあ、私たちの歌をじっとして聴かないで、皆さん行進をしながら聴いていただきたいと思います。じゃあお願いします。私のためにありがとうございました。元気になりました。なりました。よかったよかった。大好きです。はい、小関裕二さん、祖父から聞いたんですが、祖父？さっきの恋のバカンスも祖母から聞いたんです。私もです。あ、やっぱりね。実は。はい。まあそんなこんなで、甲子園といえば少年たちが、ね、そうなんです。少年たちの夏です。ね、球場でカキンと打って走って。そしてここでコラボをお願いしたいと思います。はい、ファーストステージで演奏していただいたタナヤンに、そうですね、はい、ちょっと夏々した感じでリハーサルができませんでして、いきなりばったりですが井上陽水の少年ですけれども、はい、大丈夫ですか。少年時代、少年時代、すいません、もう甲子園の上から急に球児が頭にこびりついてすみません。大丈夫です、大丈夫に決まってます。大丈夫ですか。はい、じゃあ4小節の伴奏の後に歌い出しから好きなように弾いてください。適当に、適当に、はい。Oh,
恋しくなりますよね。もうやっぱり昨日ぐらいから少しですが、なんかね、暑さが朝がちょっと涼しく感じますね。あ、昨日ぐらいで朝が涼しく。お名前お願いします。タナヤン。ありがとうございます。はい、タナヤンにコラボしていただいています。はい、本当なんですね。朝晩ちょっとね、やっぱり、ね、はい、大変な天気とは言っててですね。で、秋、そう、あたりこうすけさんのそれぞれにという曲なんですけれども、これは春と秋があるんですけど、秋を歌わせていただきます、はい、おくらがえがいて
甲子園のお手本ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもトゥッティさんでした。どうもありがとうございました。何か言い残したことないですか？また演奏させてください。よろしくお願いします。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。はい、ありがとうございました。実はですね、今日、めったに来ないゆげたくんが来てますんで、ちょっとゆげたくん、最後にね、ちょっと歌っていただきたいと思います。せっかくね、ゆげたくんがいるんで、はい、ゆげたけんすけさん、皆さんご存知だとは思いますけども、このツインマーマン、マスターとゆげたけんすけさん2人の、夢から始まった音楽のコンサートなんです。で、この佐賀には素晴らしい音楽、そして音楽をしている人たちがたくさんいるって、その中で、そういう人たちが集える場所が本当に欲しいっていうことで、マスターの願いとゆげたさんの夢が凝縮されたこのコンサート、その、僕が後継人になってるんですけども、その、一番最初の夢を作ってくれたゆげたさんですね。じゃあどうぞ。
歌詞があるんですけども、今やっと80回まで来たツインマーマンですが、ありがとうございます。8年目なんですかね、80回っていうことは。きっと8年前に始めました。あの時学生だったんですけども、いろんなライブハウスって佐賀にあるんですけども、学生の僕たちとか若いミュージシャンにとってライブハウスっていうのはチケットのノルマがあったりとかいろんな敷居があって、すごくチャレンジしないとできなかったんですね。でその時に、でもそういう発表の場がないと若い自分たちはなかなか勉強できないので、そんな場を実はマスターがここで作ってくれました。でそれで学生みんなで、そしたらみんなでこの会がずっと続きますようにっていうことで、集まっていろんな話し合いをして始めたのが8年前の第1回目でした。それから80回もできるって本当に嬉しいなと思います。僕はずっと5年間毎月毎月タナヤみたいに毎回毎回出て皆さんとコラボをしたりするのはすごく楽しくて、その度に月に1回曲を作って自分に宿題のようにやっていました。その時の時間があったからいろんな勉強ができたんだなと今思います。で、今日は最初にマスターが言ったみたいにお客さんが少なくてごめんなさいってマスター言ったんですけども、もう人数は本当に関係ないと思ってやっています。それよりもずっと、もうあそこに出てる岡本さんとか最初からずっと関わってくれてる、みんなと毎月1回同窓会のように会えるだけで楽しいし、変わらない、もういっぱいいろんなことが変わっていく世の中の中で、毎月第3土曜日になったらみんなに会える、毎月第3土曜日になったらここに来たら素敵な音楽が聴けるっていう変わらないものがずっとあることが本当に素敵なことだなと今は思っています。で、すみません、話してばっかりになりましたが、その2回目に作った歌があって、今日パンフレットがあると思うんですけども、そこにお気に入りの場所っていう歌が書いてあります。あ、ちょっとお送りしていいですか。これをちょっと今から最後に歌いますね。8年前だから22歳に作りました。いつか大人になったら、まあ、22歳の時も大人かもしれないですけども、もっと大人になった時にこんな風にきっと思うかもしれないなとかですね、思いながら作って、今日という本当に今というこの時にこれを歌えることを幸せに思います。感謝の気持ちを込めて歌います。
僕の気に入りのあの店が夕焼け色に染まったら聞こえてくるピアノの調べがふわり風に乗って先月、文化会館でね、ソロというかですね、もう念願だったコンサートを、はい、800人を迎えてできました。成功しました。本当にもうずっとね、念願でしたね。なんかね、本当になんかもう夢だった本も出すことができてね、素晴らしいですね。本当にありがとうございました。いや、皆さんのおかげです。本当にどうもありがとうございました。思い出したら第3土曜日すれば音楽聴けるなって思い、ね、はい、思い出してもらえたら嬉しいですね。そうですね、ぜひまたお待ちしております。本当に今日はおいでいただいてありがとうございました。で、出演者の皆さんどうぞ前の方にお集まりください。どうぞ。チャーンチャンチャチャンチャチャーンチャ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 ン。すいませんね、お付き合いいただいてありがとうございます。ね、ちゃんとお付き合いいただいて。じゃあ真ん中に集まっていただいて、本当に今日はありがとうございました。アンフィニーの皆さん、どうも。あ、そうですね。ライブの告知がありましたね。だからね、もう一回。明日、ですね。佐賀県立美術館ホールで、クスノカデコンサート。すいません、私たちは何もないです。まあ個人的にね、ちょっとちらほらあるんですけれども、また皆さん来月の第3土曜日ぜひお越しくださいませ。お待ちしております。それからタナヤ、お父さんになるね、そろそろね、おめでとう。本当に、今日は皆さん、暑い中お集めいただいて本当にありがとうございました。本当にですね、貴重なお客様でした。今日は本当にありがたいです。本当に皆さんあってのチームワンです。本当に感謝申し上げます。またお待ちしております。本当に今日はありがとうございました。気をつけてお帰りくださいませ。どうもありがとうございました。さようなら。さようなら。ゆげたくんでした。